こんにちは、110周年ずっとよろしく豊橋。こんにちは、豊橋市観光振興課の増田です。2週間前にご紹介したええじゃないか天才クイズの問題募集、まだまだ問題を募集しています。どうぞお気軽にご応募ください。それではまずキッズものづくりワンダーランドのご紹介をいたします。どうぞ。7月10日日曜日、豊橋市地下資源館と豊橋市視聴覚教育センターでキッズものづくりワンダーランドが開催されました。これはものづくりの楽しさや魅力を子どもたちに知ってもらおうと、現場で活躍するエンジニアや大学生などが講師となり行われました。視聴覚教育センターでは夏休みに向けて巡回展、電気の道やプラネタリウムの新番組、それにさまざまなワークショップを企画しております。今回はその一環としまして、自動車技術会の皆さんと風に向かって走れウィンドカーと小型エンジン分解教室を行いました。私たち自動車技術会は、自動車のものづくりに関わる企業のエンジニア、そしてそれを研究する大学の先生や学生さんたちが集まって作っている団体です。こちらはウィンドカーレースの会場です。まずはじめにお子さんたちに自分で部品を切り取って最初のベーシックな車を作ってもらいます。完成した車はこの走行コースをですね、走らせます。子どもたちが自分で内輪で車を仰いで、実際にゴールまで何秒で走るかタイムアタックをしてもらいます。次にこの車をもっと速く走らせるための改良をします。一つはエンジンである羽根車を強くするために2枚にすること、そして動力が変速比を変えること、そしてタイヤが滑らないようにタイヤの周りにテープを巻くことなどです。最後に各チームから1名ずつ出てレースをします。最後はお父さんや友達から応援の声や歓声が巻き上がり、大変盛り上がったレースになりました。工夫したことってどんなことですか？ここの部分を先に切ったことです。風で走る車の仕組みがよく分かって楽しかったです。次何かあったらまた本当に行きたいです。またこちらはエンジンの分解組み立て体験教室です。 50cc のスクーターのエンジンを使って実際に自分でエンジンをばらしてみる、そして構造を理解してまた組み立てていく、そんな体験をしてもらっています。お家に帰っても今日のエンジンの組み立てのことをですね、一緒に話して会話が盛り上がると嬉しいです。このほか会場には豊橋技術科学大学の学生が制作したフォーミュラーカーも展示され、集まった子どもたちが試乗してドライブ気分を楽しみました。ものづくりをする子どもたちの目がキラキラしていましたね。続いては学芸員ミュージアムトーク、昆虫不思議マジックの様子をご覧ください。どうぞ。7月9日土曜日、豊橋市自然史博物館では収蔵品などについての楽しい話を気軽に聞くことができる学芸員ミュージアムトークが行われました。昆虫不思議マジックですが、今回のテーマは昆虫不思議マジック。学芸員からシロアリの不思議が紹介されました。豊橋市自然史博物館では
年に6回学芸員によるミュージアムトークを開催しています。今回は昆虫不思議マジックということでシロアリをテーマにしたミュージアムトークを開催しました。はい、シロアリはアリという名前がついてますが、系統的にはゴキブリに非常に近縁な昆虫です。非常に大きな家族で生活をしています。で、その生活をするにあたって仲間からはぐれないようにシロアリはフェロモンを使って仲間とのコンタクトを取っています。その中の一つが道しるべフェロモンと呼ばれるもので、実は油性ボールペンの成分と非常によく似ているということが分かっています。はい、それでですね、道しるべフェロモンがボールペンで非常によく似た成分だということが分かった時点で、実際どれくらい正確に誘導されるのかっていうのを、皆さんで実験してみたいと思います。迷路を用意して、この迷路でボールペンでシロアリを誘導しながら無事にゴールすることができるか、シロアリを迷路から脱出できるかどうかっていうのを、それぞれ、実際にシロアリとボールペンを使って、誘導してもらおうと思います。はい、シロアリたちがですね、ボールペンの線にとって正確にゴールしていく様子がわかると思います。ただこのシロアリの道しるべフェロモンっていうのは急なカーブとか鋭角にボールペンの筋を曲げると匂いを見失ってしまいますので、ちょっと見失う様子とかそういったものも観察することができると思います。白いところで、シロアリがボールペンで通用することが分かった。先生がやっぱこう終わった後にこうシロアリにちょっと親近感を持つよっていう話があったんですけど、僕も息子も多分ちょっとシロアリに対していいイメージがちょっとだけこう生まれたかなって思ってます。自然史博物館では7月15日から特別企画展メガ恐竜展 in 豊橋を開催します。それに向けて今急ピッチで恐竜たちの組み立てを進めているところです。それでは、皆さんのご来場をお待ちしております。ぜひ、たくさんの、皆様来ていただければと思います。よろしくお願いします。豊橋市自然史博物館の学芸員ミュージアムトーク昆虫不思議マジックと7月15日から始まるメガ恐竜展についてお伝えしました。皆さんが知らない昆虫や化石の話を聞くことができますよ。ぜひ興味がある方は参加してください。それでは続いて、ええじゃないか豊橋祭りの参加者募集についてです。今年のええじゃないか豊橋祭りは、10月15日土曜日と16日日曜日に開催します。そこで、現在参加者を募集しています。募集しているのは A じゃないかダンス三昧、胸部部門、演舞部門、マスコットキャラクターと踊ろう子ども総踊り、そして A じゃないか豊橋パレカと総踊りです。対象やイベント内容、申し込みについてはイベントごとに異なります。詳細については広報豊橋7月1日号22ページをご覧いただくか、豊橋祭り振興会までお問い合わせください。今年の A じゃないか豊橋祭りはみんなで参加して盛り上がりましょう。今週の豊橋ナウいかがでしたか？それでは最後に、学芸員ミュージアムトーク昆虫不思議マジックに参加した皆さんと一緒にお別れしたいと思います。来週の豊橋ナウもお楽しみに。こんにちは。110周年ずっとよろしく豊橋。